藤原が先頭に立ちまして、藤原、田畑、山里、岡田健など、10人の選手が参加して行われました静岡県中伊豆町での特別キャンプ。このキャンプの目標は当然11月と目下のところ予定されております。全米プロ空手マーシャルアーツの6人組との対戦が考えられるわけでありますが、あのベニー幸秀に相模ジムの鈴木選手が KO で敗れました。あの試合を振り返って藤原としては、単に鈴木が敗れたんではなく、自分が先頭に立って引っ張っているつもりの全日本キックボクシングが敗れたという、そういった解釈をして悔しがりました。11月には藤原も当然そのベニー幸秀と対戦ということも考えられます。そのキャンプで藤原以下10人の選手、朝4時半に起きましてロードワーク、午前の練習をこなしました後、午後の部は3時から始めたそうであります。そして、夕食の後9時には消灯という、まあそういったいつもながらのキャンプだったわけでありますが、藤原に、聞きますと、いつものキャンプと比べて実際の練習時間を短くして密度を濃くそのスケジュールにしたと。だから非常にいつものキャンプに比べて疲れがありませんということを言ってましたがね。その中伊豆キャンプの名残をとどめるように、またまたその藤原の体が黒く日焼けしております。相手のバックに回りまして、その体勢を崩すようにして大きく揺さぶりました藤原。ソーコンサックのまた膝を取りましたか藤原。先ほどと同じような体勢、このソーコンサックですが、もう肘を最初から狙ってますね。はい、藤原が押し放すような左のストレートです。そして右のミドルキック藤原。ソーコンサックも、おっと右のクロス藤原、左のキック、これまた藤原右のストレートが決まりました藤原。その後藤原のパンチで押し通されるようにバランスを崩しました。ソーコンサック双方よ、藤原詰めに入ります。第1ラウンド早くもラッシュ藤原が第1ラウンド早くも勝負に出ました。しかしあの先ほどの藤原の左フック、あるいはソーコンサックダウンかと瞬間思いましたが、よく持ちこたえてますね。はい、また左のフックです藤原。しかしこうして見てますとタフですねソーコンサックは。そうですね、もう完全に肘だけを狙ってますからね。藤原のまた右のストレートから左、もうすでに10発近い藤原の左そして右のパンチがソーポンサックの顔面を捉えております。右のストレート、これにはたまらずソーポンサックダウン。この試合初めてのアウトにしましたソーポンサック。しかしご覧のようにすでにコントロールコーナーで大丈夫です。そういった表情でファイティングポーズを取りましたソーポンサック。藤原が前蹴りに行きましたが、その直前第1ラウンド終了のゴングが鳴りました。第1ラウンド終了のゴング、第1ラウンドで早くもダウンを奪いました藤原、ダウンを喫しましたソーポンサック。藤原実に快調な今日は出だしを見せております。これは当然先ほどもお話しいたしました、その静岡県のキャンプ強化合宿の成果とつなげてみることもできましょう。全日本ライト級チャンピオンの藤原、岩手県出身、今年29歳、110戦して100勝8敗に引き分け、100勝のうち実に8割80回の KO 勝ちを記録しております。第1ラウンドご覧のように大きく藤原がリードしております。苦しい試合になりました。大国ライト級のソーポンサック双方よ、バンコク市出身、19歳、81戦55勝25敗1引き分け 23KO です。ソーポンサックとしては本当に苦しい試合になりましたね。そうですね、もうあまりにもあの藤原君の動きが早いですからね。第2ラウンドです、いきなり見せました藤原の前蹴り、そして左のストレート、もうガードを上げてその藤原の
パンチをディフェンスしようという総本作。あの左の肘をよく見てると分かるんですよね、総本作は。もう完全に左の肘を一発も狙ってます。はい。しかし町田さん、藤原のパンチがもうどれぐらい入りましたかね。総本作の顔面決まってますね。完全にガードを固くしてますけどね、総本作は。今度は右のフック、藤原、そして左の蹴り、藤原蹴り、左もう一つ後ろへ下がります。総本作総方よ。ちょっと藤原が、何かクレームをつけましたね。あるいはソーポンサックのサミングでしょうか。サミングでしょうね。決まりか、決まりか、鮮やかに決まりました。体を半身に開いて藤原、リードアッパーカットブロー、ソーポンサック崩れるようにして倒れました。藤原第2ラウンド KO 勝ち。正面からじゃなくて、いわゆる体を開くようにして右のアッパーを持ってきましたね。今ですね、ソーポンサックはおそらく肘打ちを狙って一本踏み込みましたね。その時に交差しちゃってましたね、もう、はい、スロー見るとよく分かると思うんですがね、ソーポンサックは踏み込んでくるところを逆に踏み込んで、もうアッパーが入った時にはもうすり抜けてましたね、体が、はい、これですね、はい、